はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。今日も映画のお話なんですけどもね、ブレインゲームっていう映画、これも全然知らなかった映画なんですが、見てみました。この映画ね、アンソニー・ホプキンスが主演で、FBI にね、協力を求められてっていう、この設定。ここのところが、名作、羊たちの沈黙シリーズの、レクター博士をちょっと彷彿とさせる設定じゃないですか。だけど、この映画ね、また全然違った方向性の映画だった。そこがちょっと、だからアンソニー・ホプキンスをもちろんね、起用してるんだと思いますけどね、そこを少し軽く重ねて、でも全然違う映画っていうことをやってるんだと思いますが、あらすじ言ってみましょう。連続殺人事件の捜査に行き詰まった FBI 捜査官とその相棒は、引退した元同僚のアナリストで医師のジョン・クランシー博士に助けを求める。なんかもうこの辺まで読むと羊たちの沈黙みたいな感じがしますけどね。卓越した予知能力の持ち主である博士だ。この辺が全然違った話になってくるね。容疑者の能力が自分以上であることに気づくが丸ということなんです。つまりその連続殺人を犯してる犯人も予知能力の持ち主なんだなってことが分かってくるっていう話ってことですね。あらすじの最初の一行は完全に羊たちの沈黙みたいだけど、超能力者っていうところはいきなり大胆な、違いで面白いですけどね。羊たちの沈黙の場合はレクター博士ももともとその猟奇殺人鬼だから犯人のプロファイリングができる、要するに犯人が考えてることが分かるっていう、作品だったんだけど、今回はその人に触れると、その人の触れた人の未来とか過去が見えちゃうっていう、こう超能力があると。で、この超能力を使って犯人を探していくっていうお話なんですけど、実際その犯人も自分と同じ能力があって、このなんでこの人が連続殺人を犯していたかっていう意外な理由が明らかになってくるっていう映画なんですね。はい、というわけでこの後はネタバレでございます。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。はい、ということでね、ネタバレですけども、重要なファクターはですね、この犯人役がコリン・ファレルがやってるんですけど、この人がね、自分は人の未来が見えるというその能力によって実際何をしたいのか、なんで人殺しをしてんのかってことですよね。実はですね、この殺された被害者っていうのが全てこの先非常に苦しい難病でね、苦しんで命を落とすってことが分かっちゃったと。能力によって、あ、この人この後すごい病気発病して助からない、しかも苦しい死に方するって分かって、その人をそうなる前に殺してあげるっていうのが殺人の動機だったんですね。つまりなんか親切なんだか優しさだか傲慢だか分かんないですけど、今まだ元気なんだよその人は。だけどこのあと苦しむから先に殺しちゃうっていうことを実行してたっていうのが分かってくるわけなんですよ。まあすでに結構考えさせられるものがあるけどね、その犯人としては病魔の苦しみを、その なんで神様はそんなねその人たちを苦しめるんだと。神様なんていないじゃないかと、信じられないと。だから自分が神に代わって被害者を苦しみから救ってるつもりになってるわけなんですよね。で、実際やってることは安楽死の先取りというか、苦しんでるから安楽死させるっていう安楽死ってあるんだけど、苦しむ前に安楽死させちゃうっていうこと、安楽かどうかわかんないけどねっていうことなんですね。で、その苦しみを全く味わう前に殺してしまうっていうのが、本人や、本人もそうだし周りの人にとってどういう意味を持つんだろうっていう考え始めるとね、実際アンソニー・ホプキンスの方にもね、自分の娘が、白血病で亡くなったという経験を持っていて、だからそれをさ、犯人は知ってるわけだから、お前は予知能力があって自分の娘が、苦しんで目の前で死んでいったっていう、俺が言いたいことわかんだろっていうことをぶつけてくるんですよね。あんな苦しみを味わわせるより、いっそ殺してあげた方が、その人のためだろ、あるいは周りにいてお前のためだっただろっていうようなことをアンソニー・ホプキンスに対して訴えてくるわけなんですよ。
だからこの安楽死って問題自体はかなり難しい問題でもあるしさ、簡単に答え出せないテーマなわけだけど、そこにこの宗教観だとか神なんかいねえんじゃないかとかいう話とか、その人生観、まあなんか人って何のために生きてんだろうとか、苦しむ経験って何のためにあるんだよとかっていったいろんなテーマがこういろんな重層的にのしかかってくるところがあるんですよね。だから超能力バトルものなのかと思いきや、そういう割と深いテーマのある映画だったですね。はい。まあでもね、僕自身はそのこの殺人者の考え方はもちろん行き過ぎてると思うし、なんだろうな、この人の考え方っていうのはさ、人生の苦しみの中には何にも身になる部分なんかないんだと言い切ってるような考え方じゃないですか。だけどそこまで簡単に言い切れないとこもあると思うし、なんだろうな、生きてる人間としてはさ、自分の人生の苦しみの中にも何か意味があるはずだと思ったり、思いたいと思ったりする、そこにも思いたいと思うことにも意味があると俺は思うんだよね。なんだろう、だってそれを肯定していくとさ、ちょっと苦しかったらすぐ自殺してもいいみたいな話になっちゃうじゃない。それも全然違うような気がするんだよね。だから同意するわけじゃもちろんないんだけれども、ただ僕がね、その身近に、すぐ身近にその苦しんでる人を抱えたらって思うと、また分かんない部分もあったり、揺れる部分もあるのかもしれないと思ったりすると、結構複雑な気持ちになる映画でしたね。はい、そんな感じで、今回はブレイン、なんつったっけタイトル、ブレインゲームという映画をご紹介しました。それではまたね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。